静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。そうだ、ううん、君は、あなた。え？なぜ？何？ねえ。いや。あれ？あ。さあ。いいかい？なぜ？それは20年後、その言葉の意味を理解したのは随分後になってから。俺がマイラの父親と同じイクトモリになってからのことだ。イクトモリは死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世と
あの世を行き来し、迷いと救済するのが幾智森の仕事だ。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？問題ない。そっちはマイラに任せる。ありがとう。なあ。もう。だが。はあ。ああ。ねえ、もう。任務も邪魔だな。相手が悪かったな。任務も邪魔だな。
回復する。おい。う。行くともりよ。え？うん。行きましょう。
戦うぞ。私は道具だ。小さな国の王女として生まれたことが私の不幸の始まりだった。民のため、全てが民のため、幼い頃から耳にこびりついている忌々しい言葉。民が憎かったわけではなかった。ただその言葉の裏に隠された私たちのためという両親の真意が私の心を蝕み続けた。それでも私が心を保っていられたのは、一人の男性を愛していたから。彼は似た境遇にある隣国の王子だった。私たちは互いを分かち合い、深く愛し合っていた。私はとても幸せだった。世界渡りするぞ。はっ。
薬効を使う。片付けるするぞ。世界を変えるか。これで進めるな。世界渡りするぞ。よし。ねえ。それは。鬼人。全てを貫いてみせましょう。
覚悟はできているんだろうな。悪い。戦う限りは容赦しない。押して参る。相手が悪かったな。世界を変えるか。世界渡りするぞ。ここだよ。世界を変えるか。これで進めるな。行くともりだ。
あの、はい、本当か？はい。なら。ええ。わかった。はい。いや。はい。それでも。任せろ。はい。待っててね。いいな。俺がやる。よし。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち行くともりは